Alright, what's going on, guys? Welcome back to my channel. というわけで、今日は、私の髪をやる動画です。まずはこの昔のというか、この前のツイストを撮っていきます。まずはこのツイストを撮るところですね。最後やったのいつだっけ？3週間だね。まあまだ、正直まだやんなくてもいいけどね。しんちゃんもうすぐでなくなっちゃうから、その前に。時間があるうちにやっとこうということで、今2人とも時間があるのでやります。やばないこれ、切った方がいいかな。やばいね。もうこの髪はドレッドじゃなかったら死んでる。切るか、ちょっと決まるか。じゃあここ切るわ。じゃあ30分後ででいいじゃん、これ全部やったら。だってそこだけ短くなっちゃうけん。細かいですね。もう髪がさ、すごいちぎれちゃって、ほら、皆さん、ブリーチをやめましょう。見せてあげるよ、仕方ない。わー、お客さん、これ地味に初めてするかも。いい、こんな感じなんだ。ガチで初めてこれ。本当だ、なんか不思議な感じ。What the fuck。 はい、やってください。え、お客さんやんないといけないの？やんないといけないです。終わんないよ、そうじゃん。いい、これだけ終わらないで。かわいい剣髪の毛切んないでよ、私の大切な大切なドレッド。かむねよ、かむねよ。とりあえずツイストを取って洗います。基本はツイストじゃない状態であることはないですね。基本ドレッドは何かしらのツイストに入ってます。で、いつもやる直前にこんな感じにします。やばいね、金髪のとこもブチブチ切れてるね、いつも前よりすごい気がする。あ、私やってないから、濡れてるときしかやってない。しかもわしオイルとか塗んないじゃん。何もてケアしないから、でも私まだ全然ちぎれるとかないから、まだね、全然ちぎれる感じじゃないから強いよね、ケンタ君のことは。こんなことしたらもうしんちゃん坊主だからね。しんちゃんが坊主、ちょっと動かないでね。いやいや、怖い怖い、やめて、今までやってたのに。いやいや、なんでしんちゃん、こんな根元はちょっと大丈夫だって、やらせなさいよ。いやいや、先っちょなら別にいいけど、そこはちょっとね、さすがにね。え、かわいい、くるくる、じゃあ洗いますよ。待って、まだ絶対残ってるから、ツイスト残ってないです。残ってます。しんちゃん見えてます。ほらそれはケンタ君のやつ。どういうこっち。長いね、すごい。ツイストを取ったらこんな感じ、うねうね。もうありませんね。お願いします。いい匂い、まだシャンプーがいい匂いだな。顔面まで濡らしたらごめんね、許してね。許しません。あ、気持ちいいね、シャンプーが。一番気持ちいいな、ね、冷たい。まだなの、それは。ごめんなさい、順番があるんです。なんだ、怒んない。うるさいな、このお客さん。怒られました。最初はマッサージなの。あ、そうなんですね。あとから続いてやる。いろいろあるみたいですね。気持ちいい。痛くない？全然ちょっと気持ちいい。じゃあ首の後ろ向いてください。
き。投げ。さ、ドレッドをどうやって洗うんですかっていう質問に対しては、普通にどうやってってこともないですね。普通に洗うだけですね。シャンプーで。難しいけどね、洗う。そうなの？ちょっと。普通の髪は難しいのかな。普通の髪よりは難しいね。あ、そうなんだ。どこ書いてます？全部全部。気持ち良さそうだね。気持ちいいです。ちゃんと洗えてる？シラミいない？ちょっといる。いませんからね、皆さん。こっちも洗っちゃう？絞るんですね、そうやって。そう、雑巾みたい。雑巾みたい。水いっぱい含んでるのね。ね、モップです。お、いい匂い。いいね、見て、しんちゃん、カードおじさん。見てしんちゃん、金髪カールおじさん。カールおじさん見せてくれてありがとうね。わーい。やだ。おんまー。あー、100キロあるわ。よいしょ。ジジイが見てましたね、これ。見てた。このちゃんと超おもろいな。ありがとう。この間と同じ感じでお願いします。この辺まで2個で、ここから気に入った、うん、楽だね。あの、結ばなくても顔に垂れてこない。名古屋ランド出る？アホか。え？こんな感じです。あ、眠くなってきた。眠くなってきた？うん。おやすみにしんちゃん。え、食べてないじゃん、サンドイッチ。食べます。食べようと思ってたの。はい、健太です。というわけで、今編集中なんですけど、普通にやってもらってる間、もうほぼ寝てて、全然撮影できなかったので、今軽く何してたかというか何したか説明します。普通に根元をこう櫛で分けて、このぴょこぴょこ飛び出してる産毛とかをこう綺麗に分けて、ジェルつけて、ここ全部1個ずつねじった感じですね。で、後ろ半分はこういう感じで、2個にツイスト、こんな感じに。下どこまで行ってますね。で、上半分はこんな感じでバレルツイストっていうんだけど、こんな感じで後ろに編むので、そこだけ今ねじった状態にしてる感じですね。後ろ半分、下半分はこんな感じで2個にねじってる感じです。まあ詳しく動画見たいのに、詳しくどうやってるのか見たい人はまた教えてください。でも普通にただ、綺麗に分けてねじって2個にツイストしてるだけです。はい、全然動画撮ってなかったけど、今どんな状況ですか？もうすぐ終わります。ここスタイリングして、そう、後ろ半分は2個にいつも通りこんな感じで
クッションチョイスにしてて、上を上のこの上半分だけ今から後ろに編んでいきます。バレルボールお願いします。よいしょ、つまさん、はい、こうやってはい、いいよ。あと、ケントさんみたいにどうやってこうボコボコのドレッドになるんですかみたいな質問をしてたけど、とかよく聞かれるけど、うん、これもこっちがいいね。これもこっち、うん、知りません。勝手にこうなったそうだよね、本当に知らない、ね、全然こんなのプランしなかった。でも確かにこれケンタ君らしいよね。今他あんまいないよね。いないよね。ちょっと言ってよ。いや、ちょっと言ったらめんどくさい。びっくりした。急にパスを言ったらちょっとケンタ君心配性だ。トラストしてくれないから、メンターのことだから言いません。勝手にやる。まるで女です。ちょっと前に行かないで。見ないで。しんちゃんの髪型に似てない、この前のツイストの。あ、本当だ、一緒だね、一緒だよね。けど終わったら私はクラブに行きます。クラブに行くの？超久しぶりのクラブ、わし抜きで。えたこ、いい子ちゃんだからさ、ちょっといい子ちゃんだからクラブに行ってくれない、一緒に。クラブなんか人間の行く場所じゃありません。皆さんどう思いますか？クラブに行くんだって明日。多分どう思わない。クラブに行くから何か不良にするね。やだ。やだ、とか昼口。かわいい。グスみたいなことしないでください。はい、なんとだけどムースをしてドゥーラグをかぶってエンドリゾルトはこんな感じです。わー、本当はね、髪切りたかったけど、まあ、こんな感じですね。どう、いい感じ？めっちゃいい感じだよ。待ってくれんの？OK、 始まったよ。いいんじゃない？いいですか？じゃあこんな感じです。めっちゃいい感じ。動画これで終わります。いいね、チャンネル登録、コメントお願いします。ピースピース。あとしんちゃんのフォローもお忘れなく。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、だけでもう帰ります。帰ります。